福岡空港を運営する福岡国際空港は、コロナ禍での利用客の減少や国への運営権対価の支払いなどで債務超過に陥っています。関係者によりますと、国は会社の経営基盤の強化のため補助金を出す方針を固め、来年1月から導入される11台のスマートレーンに10億円の補助金が出る見込みだということです。他にもボーディングブリッジの増設や従業員の確保や定着のための休憩室の拡充などについて、複数年にわたって国が支援するということです。すでに国に毎年支払う153億円の運営権対価の支払いが繰り延べられていますが、民営化後の空港に対し国が財政支援を行うのは異例だということです。